宮田和人のミヤチャンネルへようこそ。はい、ですね、2日前、今日ね20日、8月20日なんですけども、2日前にタムロンさんから、8月18日開発発表ということで、結構ねツイッターでもバーっと流れてて、いろんな方がコメントしてたりしてたんですけども、まあ、YouTube でもいつも拝見しておりますウズマックスさん、ウズさんも、取り上げていろいろお話し してたんですよ。でどっちが先に動画出るかわかんないんですけど、ヒカルのノース、チャンネルさん、ノースランドチャンネルさん、ヒカルくんとちょっとコラボ動画を撮影させてもらいまして、その時にもねちょっとこの話が出てて、で上にあるのはソニー、1635F4、うん、でいやこれ欲しかったんだよねっていう話をしてたら、いや俺今日持ってますよっていうので、まあ、ちょっと見せてもらって、軽いねなんていろんな話をしてたんですけど、タムロンさんから出てるやつが2040のこっちがね 2.8、欲しくて見てたら Amazon でだいたい今15万、定価だと、定価ここに出てなかったっけ、ソニーストア、ソニーストアだと、16万5000円で、出てるんですよ。まあ Amazon で15万、まあなかなかいい値段だなと思って、欲しいは欲しくて買ってはいないですけど、ずっと見てて欲しいものリストには入ってたんですけども、この F4 っていうのがまだちょっと引っかかってて、ただ16からスタートするっていうこの広角と、まあ 35mm まで行くっていう、そして電動パワーズーム、ここにスイッチがあってね、でさらにはインナーズームなので 35mm まで伸ばしてもいわゆるレンズが伸びないと。これはやっぱりジンバルにつけた時に、こうアップにした時に、何でしょう、こう前後のね重量バランスが崩れないっていうので最高だなっていう話をしてた時に、こっちのタムロンさんの 2042.8 はどうなんやろうねっていう話になったんですけども、公式発表といいますか、まあ開発発表なので、まあ秋には出したいなっていう話で、値段もね、あと秋頃発売予定なので、秋もね10月を秋と言ってるのか11月を秋と言ってるのかちょっと微妙なところなんですけども、まあ年内に発売したいっていう話で、いや 2.8 なら欲しいぞと。まあ確かに広角側の1ミリはすごいでかいので、16スタートと20スタートだと4ミリの差があるので、望遠の4ミリなんてねもう本当にね気のせいぐらいなんですけど、広角側の1ミリはねもうびっくりするぐらい差が出るのはね、あのカメラやってる方はご存知だと思うんで、16は魅力ですけど、まあ20、今ねあのα7-4、今撮ってるのは Z6 ですけども、 α7-4 にこの間タムロンさんの20の28のタン、を買って、まあいろいろね撮って歩いてて、街撮りしようかなと思って、ずっと天気悪くて、もう行ける日はずっと雨で結局やれてないんですけど、あの夜のね、繁華街とかを HDR 動画やられてる方結構多くて、 HDR 動画撮りたいなと思いながらもずっ と撮れずじまいで、 雨の中せっかくのジンバルと新しいカメラ汚したくないし壊したくないなと思って行けてないんですけど、まあ、20の 2.8 買っちゃったんで、まあ、同じね20スタートなので、まあ、被っちゃうんですけども、ターンはターンでね、まあ、映りがいいのでまあまあまあ、 あの使えますし、興味のある方は一応下に貼っとこうかな、 Z6 で E マウントが使えるっていうね、謎のマウントアダプターで20のこの E のレンズを Z でも使えるようにはなってるんですけど、これヒカルくんとも話した時にどうなんだろうねと、インナーズームなんだろうか伸びるんだろうか、これ公式発表されてないのと、他の YouTuber さんいろんな方上げてるんですけども、まあ、ここに触れてる人がほとんどいない。あ、ごめんなさい。いるかもしれないですけど、僕が見た限りちょっと見つけられなかったんですよ。で、昨日、ヒカルくんと、コラボ撮影した後に、まあ、ちょっといろいろ調べてて、見てたんですけども、どうしようかな。ここら辺に出しとこうか。ここら辺に出しときます。プレスリリースで、ですね、レンズをダウンロードって言い方おかしいな。レンズの画像をダウンロード。できるんですよ。でこれを見てたり、あとはツイッターに流れてくる、タムロンさんの広告を見ると、実はこれ 40mm になってません？ということは一応テレタン、なんテレタン、もう初めて見る方はテレタンってない、一応ですね、マックス伸ばした状態、一番マックス望遠の状態の画像ですよねっていう。ということはこれで伸びてないと僕は
勝手に判断してるんですけども、皆さんどうでしょうか。ということはこれもしかするとインナーズームですよね。あの公式発表はまだなので勝手にあのしゃべくってますけど、であれば 2042.8 もこれ絶対買いだなと。インナーズームならもう間違いなく、もう僕初めてじゃないですかね、新型のレンズをあの予約するなり発売と同時にすぐ手に入れるっていうことが、まあ、この20もそこそこ新しいですけども、出てしばらく経ってから、まあ、もちろんあの E マウントないのにね、買ってもしょうがないんで E マウント買ってから買いましたけども、このレンズはちょっと予約して発売前にもし予約とかがあれば、そのくらい早く手に入れちゃいたいなと思うレンズでございます。というのも来年久しぶりに、1月東京オートサロン行きたいなと思っておりまして、友達ともう今年行けなかったから2年3年ぶりぐらいの東京に行きたいなとあの思ってて、あのなんでしょうね、ワンオペでもちろんやってるんですけども、写真も動画もどっちもやりたいっていうわがままなことをすると、結局どっちもどっちつかずっていう、でカメラもねなんか2台持ってきたくないので、1台で、まあ、できればねレンズ1本でっていう言い方するとなかなか撮るものによっては難しいですけど、2040の28だと40で 2.8 だと、それこそあの、まあ、ちょっと遠いときついですけど、キャンギャルのお姉さんも撮れるし、そのままジンバルに乗せて、会場の雰囲気を20で撮ってもいいですし、どっかの、ね車、ロータリーバカなので海女さんとこの車を 40mm に、ね、絞ってこうがっちりこう 2.8 でちょっとぼかしながら、撮ることも可能だしっていうので、もしかするとこれ来年のオートサロンは α7-4 に2040の28のこれのみで写真と動画両方これだけでいけるかなって淡いなんか楽しようかなこれだけでみたいな、なんか2機掛けで写真はなんか例えば Z6 に70-200の28つけて、まあその方がねアップでは撮れるんですけど、それも過去に一応やったのでまあまあまあいいかなっていうとあれですけども、そろそろね、その辺はちょっとあの僕と一緒に行く友達に任せて望遠気味のあのキャンギャルさんの写真はね、僕ちょっとこれで動画を今回はまあほぼメインで撮っていきたいなっていうのもあって、で日頃ねどっかちょっとブラッとする時もこれつけておくと写真も動画も本当に、テーブルフォトもね、まあやれも 40mm なのでいけますし、あのこれはマクロ1対2なんですけど、1対38だったっけ、結構こっちも寄れる、広角側ワイド端で最短撮影距離 0.17 なので 0.17、まあ、レンズの長さもねちゃんと入れなきゃダメですけども、センサーからねだいたい 0.17 かなり寄れるんじゃないかな、すいませんね、あのちゃんと定規とかざっくりとこんなもんじゃねえぐらいの感じでやってますけども、結構寄れちゃうかなっていう感じがするので、見てたんですけども、皆さん の見解といいますか、写真を見てどう思ったでしょうかという感じでお聞きしたいんですけども、予想的に僕はこの 40mm の状態でこの写真なので、これが一番伸びてる状態というか、伸びてる状態の割には伸びてないのでインナーズームなんじゃないかなと勝手に思っているんですけども、ご興味のある方や皆さんの予想などコメントに書いていただけたら嬉しいと思います。これもインナーズームだったらもう本当に即予約して即買いしたいと思っておりますという、なかなかねそういう情報が出てこなかったので、皆さんのこう意見や考えやこの画像を見てってインナーじゃないのって思ってる方いらっしゃったら、いっぱいコメントをいただけるとすごいワクワクします僕がいつの間にかね、なんかアルファ E マウント側になってますけども、全然ニコンもいっぱいね揃えてますし、お仕事は全部ニコンので写真撮ってますけども、ちょっとアルファが楽しいのと、今ね本当にアルファで使えるレンズがこれしかないので、何本かちょっと揃えたいなっていう、あと本当にお仕事でも使えるようにちゃんとねアダプター返さないでちゃんと E マウントのレンズも少し揃えたいんですけども、まあ、メインはニコンなのでちょっと面白い感じのレンズを こっちの方では少し揃えていくというかあってもいいかなと、まあどっちかっていうと僕はもうほぼ動画メインでちょっとアルファを買ってるので、まあまあこういう感じのねレンズに興
興味があって今飛びつこうとしているわけなんですけれども、本当に皆さんどう感じているかっていうのを書いていただければなと思います。今日はそれだけの動画でございました。それでは。